ありがとうございますイエーイはいそれでは続きましてですね今回もまた UK からですねプレゼンテーションをお願いしたいと思います y o、e、UFloria PSN by r u d o l f Kramer Alex May and Brian Kringer Thank you very much こんにちは Thanks for having us どうも参加させていただきましてありがとうございます ユーフロリアというのは非常にあの少人数のインディースチームすなわち隣にいるアレックス・メイおよび私ルドルフ・クレーマーズが取り上げたものです。 そ、えー、そしてそれ以外にも、えー、ブライアン・グレインジャーという方が、えー、3時間分のアンビエントミュージックというものを提供していただいたわけですけれども残念ながら本日彼は出席しておりません。We それでこのゲームの全てについては十分に時間がないために全部カバーすることはできませんけれどもいくつかの側面についてお話ししたいと思います。特にいくつかのゲームプレイのコンセプトについてお話ししたいと思います。So、we wanted to create a game where space feels wondrous again and to a o d clichés like、um, space marines or battle cruisers. 我々としては一つのゲームでまた再びその宇宙探索の素晴らしさというものを感じられるようなものを作りたかったんです。そして、ありふれたような宇宙の海兵隊とか、あるいはバトルクルーザーとか、そういったものは避けたかったんです。So、そしてあの非常のカラフとな星雲の,中の小惑星といういイデアを考えについたつったけです。So そして生命というものは一つの種から始めるものだということになります。You そして自分の置かれた宇宙の空間というものを探索し、そしてある居住地の一員であるということが分かるわけです。

そしてゲームが進行していく中で新しい小惑星などにおいて居住地というものを作り出していくわけですそしてそれぞれの個別の小惑星においては ユニークないろいろな属性というものが組み合わさっているわけでありますそしてそれによってその作り出される生命の能力というものが定義されます so, expand, そしてその居住地というものが拡大していくとどのような形でもって生命の新しい形態というものを作り出すことができるかということを学んでいきます そしてこのような植物を使うことによって大きないろいろな種のグループというものの動きを自動化することができるわけです。そして既存のある木などをもっと強くするために花を植えたりします。 あるいはこういうふうなレーザーマインなどといったものを成長させることができるわけです。The asteroids themselves with a special tree. それから特殊な木を通じて、その小惑星の地形の形態そのものを作り出すことができるわけです。 そうすると、そこで増殖させている生命体の能力というものも変えることができるわけです。 そして今まではまあこれで楽しいものです、もう銀河系間の庭園活動をやっているみたいなものです game, your, your しかしあ、ゲームの後半において、そのある病気によって自分の居住地は感染していることが分かるわけです。So そしていろいろな種というものは色が褪せてしまうわけですしかも非常に戦闘的になりそして他の種などに対して攻撃を仕掛けたりします so, そこで感染元がどこなのかということを探し出します そして他にも居住地があることが分かるわけです。そして同じ資源のためにそれぞれが競争し合うわけです。そして今まで作り出した生命というものは他の生命を破壊させるために動くようになるわけです。 That, uh, そして非常にこのゲームの皮肉な点でもあるわけでありますけれども、このような対立から非常に恐ろしい美しさというものが生まれるわけです。Uh, Alex May will now tell you more about these aesthetics. それではあのアレックス・メイの方からどういうような美的感覚がこのゲームの中に含まれているかを説明してもらいますこのゲームの中のすべてはこの9つのテクスチャーから作り出されております そしてこのグラフィックスの方はこのようなプロシージャー的な手順型的な描画方法というものを取っているわけです。そしてテクスチャーというものはすべてこのゲームによって生成されるわけです。ランタイム時において生成されるわけです。We use these textures in different ways to make simple but pretty art. そしてこれらのテクスチャーというものはいろいろ違った形で使うことによってシンプルだが非常に美しいアートというものを作り出しているわけです。ですそしてそこで中国あるいは日本の絵画というものが大きなインスピレーションとなったわけです。So そしてこのような形でもって小惑星というものがどういうような形でもって種に影響を及ぼしているかというフィードバックをプレイヤーに対して与えるためにはプロシージャーアートというものを使っているわけです。そしてあのここでいくつかの属性とかあるいはその種の見栄えなどの例が出ております。 そして、そういうようなアクションというものを示すビデオがこちらにあります。 So, ここで、ユ u フロ o r a というのは生命というものをミクロレベルおよびマクロレベルで見つめるわけです。Like, like、そして、生命の性格というものはどういうものであるかという疑問を投げかけるわけです。例えば、生命というものは一つの庭のようなものだろうか。Or is it more like a あるいは、えー、その宇宙全体を感染するような一つの病気のようなものでしょうか、yeah. えー、そしてゲームは決してそれらの疑問点に対する答えを出すわけではありませんけれどもただそういう質問を投げかけるというのは非常に楽しいものです <laughs> <Thank you. S 2> はいどうもありがとうございました。 どうもブーチョーフファンアレックス、はい。ということでちんとなってしまいましたけれども一言だけしんさんの方からいやいいもうすごいですねあのもう何年も前から作られてるのを僕はあのの、えー、チョイスアワード GDC とかでも見させてもらってますけどこんなにすごいゲームになってるのは素晴らしいと思います。 Uh, we've run out of time, but I have to say that it's truly a, a splendid game, and uh, for several years now, I've been observing this at GGC and so on, and I'm impressed to see how far it's progressed so far: Hi, <laughs> <laughs> truly wonderful.: Really wonderful. Hi, Okina. Pico Pico, you Thank you very much.